は、かつて存在した地方自治法第284条の規定に基づく地方公共団体の組合の一種である。地方公共団体の中で、町村だけが組織でき、役場の執行機関の事務を共同処理することができた。地方自治法第284条第6項項団に、役場事務組合内各庁村の執行機関の 権限に属する事項がなくなったときは、その執行機関は、役場事務組合の成立と同時に消滅すると規定されていた。よって、役場事務組合が設置された場合は、拡張村の議会は引き続き存続する一方で、拡張村長は廃止され、組合の管理者を直接、選挙で選出することになった。従って、それまでの町村の名称、 地域的まとまりに対する住民のこだわりが強い場合に、それらや住民の代表である町村議会を保存しながら町村長以下の執行機関は統合して、実質的に一つの自治体になる方法として、通常の町村合併に変えて利用されることが想定されていた。しかし、役場事務組合という名称では、町村に近い制度であるというイメージを想起しにくく、 一般的に知られていないためか、1959年10月1日以降、役場事務組合は存在しなかった。2011年8月1日、地方自治法の一部を改正する法律の施行により、役場事務組合に関する規定は、地方自治法から削除され、役場事務組合の制度は廃止された。ありがとうございます。